施設外観イオンナヨロショッピングセンターは北海道ナヨロ市にあるショッピングセンター。開店当初はポスフールを各店舗とする唯一のイオンショッピングセンターであり、株式会社ポスフールがイオン北海道に改称してから初の SC 出店でもあった。2011年3月1日にポスフールナヨロ店がイオンナヨロ店に改称したためポスフールの新規出店は 名寄店が最後となった。東北では、旭川市を除くと最大級になる商業施設であり、名寄市はじめ市別市などの近隣市町村を証券にしている。名寄の商店層面積の約半分に及ぶ店舗面積を建設することなどに、当初は、名寄市、商工会議所、商店街連合会は反対の姿勢を示して、出店見直しを求めていたほか、 地域住民からも賛否の意見が出た。名寄市は郊外への大型店出店を規制する条例を制定したが、すでに法的手続きを済ませたイオン。北海道側が条例施行前に本体工事を着工した。オープン後は名寄市外への買い物客流出は減少したが、市内中心部から郊外での購入が増加した。昭和通り沿いに位置しており、 なよろとショッピングセンターに隣接している。また、国道40号に近接している。ありがとうございます。